はい、皆さんこんにちは、佐賀キャットでございます。ですね、今日もですね、お隣さんでですね、例のですね、何やったかな、元徴用工と称する人々に対するですね、金払えと、日本企業に金払えという判決が今日も確定したそうです。これで全部で7件か8件になるんですね。で、ですね、日本側はですね、これは時事.com ですね、今日の12時27分で、元徴用工への賠償確定いかん、林官房長官ということで、林官房長官は11日の記者会見で、韓国最高裁が日本製鉄の上告を棄却し、元徴用工の遺族らへの賠償責任を確定したことについて、日韓請求権協定に明らかに違反するものであり、極めて遺憾で断じて受けられないとして韓国側に抗議したと明らかにした。韓国のユン・ソンニョル政権は、政府傘下の財団が元徴用工訴訟での日本企業の賠償を肩代わりすることでの解決を目指している。廃止は韓国政府は、判決金と遅延利息は韓国の財団が支給する予定だと表明している。それを踏まえて対応するものと考えていると述べたというコメントを発表したんですけど、これアホですね、はっきり言ってなんでこんな判決をね、確定させていくんでしょうね。今日も別の話題で言いましたけど、お隣さんってね、なんと言いますかね、裁判官がですね、ちょっと変ですね。この前もですね、この前っていうか2、3日前にイ・ジェミョンのですね、公職選挙法違反かなかなんかのを担当している裁判官がですね、16ヶ月も引き延ばした上にですね、辞表を提出してるんですね。まあ多分その裁判官、その要は判決を出したくなかったんでしょうね。でね、見てるとね、お隣さんってね、裁判官にも政治色あるんですよ。そんな本来あったらあかんわけですよね。裁判官は政治色というよりもですね、法律に基づいてですね、出てきた証拠を見て判断するということが基本でして、日本の裁判官はおおよそそれができていると私は思います。まあもちろんね、個人の価値観もありますけどもですね、まあ法律に基づいて厳正に証拠をですね、審査して、その判決を書くというのが裁判官の仕事で、これ俺嫌やんとか言ってですね、遅延するというのはまあおおよそ許されないんですけども、まあお隣ではそれがあってですね、こう16ヶ月も引き延ばしてやめてですね、またさらに伸びるんでですね、今年の4月の選挙までにですね、イ・ジェミョンさんのですね、公職選挙法違反など他いろいろあるんですけど、の判決は出ないということになってしまってですね、ああっていう、そんなことがまかり通ってるんやなと。だからお隣さんの裁判官っておおよそですね、民主党寄りの人が多いような気がしますね。で今回もですね、向こうの最高裁でこれが確定したわけですね。まあ判例に基づいて出してるんで、そうなるのかもしれませんけども、まあアホなことですね。なんていうか、実はこんな判決出されてもね、日本はあんまり困らないんですよ。というのは、日本製鉄に金払えって言われたところで、日本製鉄払わないでしょ。で差し押さえ食らってるんですけども、一部ね、でもそれ現金化されていないんですけど、仮にそれ現金化して本当に日本製鉄から金を取られたらですね、完全な条約違反になるわけですね。完全な条約違反だったら、日本政府はですね、それに対して韓国に対してですね、何らかの制裁措置を取るわけですけども、日本と韓国の関係ってね、韓国は日本との関係がなければ困る国なんですけども、日本は韓国との関係がなくなって、たとえね、極端なし断交してですね、経済的な取引が一切なくなってもですね、さして困らないんですよ、日本は。そういう関係になります。例えば日本との関係が全くこうなくなってしまった場合、取引も一切なくなってしまった場合、サムソンは瞬く間に困ります。メモリー半導体、得意のメモリー半導体も液晶パネルも作れなくなるんですよ。ヒュンデはですね、自動車生産が止まってしまうんですよ。
だから日本からですね、いろんな部品をですね、輸入して作ってるところがあるんですね。それをじゃあ国内で生産できるんかって言ったら、生産できるものもありますけども、できないものの方が多いんですね。だからですね、困るのは韓国なんですね。であるのにですね、やつらはですね、日本とのこんな厄介な外交問題をですね、どんどこ作ってるわけですよ。アホかと思うんですけど、アホなんですよ。どうするんでしょうね。でこの解決策がですね、財団から金を払うっていうことにしてるんですけど、これね、次から次へとこれ訴訟を起こしてるんですね。2018年の10月に最初の判決が出たんですけど、まあ、それからですね、およそ5年、6年目に入ったんですけども、これ金取れるやんっていうなって、俺も元徴用工やってやつがどんどん出てきてですね、ガンガン裁判してるんですね。で判例に基づくと全部これは向こうが勝つわけですよ、原告側が。それ700人いるって言われてるんですよ。いや、これ700人で済まへんと思うんですよね、最終的には。俺もってみんな出てきてですね、もう死にてて嫌だって韓国から撤退するんじゃないですかね。まあまあ、それはそれで、まあ、あんなとこ行ったのが悪いわけですから、自己責任みたいなもんですけど。ああいうおバカな国へですね、わざわざのこのこと出かけていってですね、向こうの製鉄所に協力したんですよ、もう何十年も前に。ああ、行かへんかったらいいのにと思うんですけど、まあまあ、それは置いといてですね、そうなって日本政府としてはね、条約違反を認めるわけにいかないわけですね。そんな言うてたら、あいつらいくらでも何、いろんなこと言うてくるでしょ。そういう国ですから、これはガンとしてここで止めなあかんわけですね。そうするとですね、最終的にですね、今のユン・ソンニョル政権は非常に現実的にものを考える方みたいなんでですね、財団で急その代理弁済するというふうに言うてますけど、次イ・ジェミョンみたいなやつが大統領になったら、そんなんやめろってせえへんとかって言い出すかもわからんって、ね、いや、そうなったらですね、条約違反が確定していく可能性があるわけですね。日韓関係が超悪化するわけですね。そうなって困るのは向こうなんですよ。困るのは向こうなんですよ。で、どうすんやろうという感じですね。なんでそんな厄介な問題を次から次へ作るんでしょうね。もともと前の大統領のムン・ジェインが意図的に作った、その判決を出させたというようなところがある経緯を見るとね、そういうふうな風になってるんですけど、これ恐ろしく奴らのですね、厄介な国内問題になるんですね。日本はさして関係ないですよ、はっきり言って。はっきり言って関係ないやんと。ということで、なんやったらまたですね、輸出管理の強化みたいなことやってもいいわけですよ。困るの向こうです。で、向こうがノージャパンやんと言って不買運動やってもですね、日本をさして困らない。あの時、さして困らなかったですね。で、その、インバウンドは来なくなりますけども、お隣さんから来なくても日本いくらでもインバウンド来ますからね。むしろあんまりお金使わないですね、お隣さん勢が来なくなってですね、お金使うヨーロッパ勢にホテルを開けてもらった方がですね、日本の国内的にはですね、潤うかもしれませんね。なんで、日本は完全に困らず、奴ら困るのに、で、判決出して喜んでるんですよ。アホちゃうかなと思うんですけど、ようわからんですね、あの人たちはほんまに。で、これからも多分、慰安婦系と徴用工系と2つあるんですけど、どんどこ判決出ていくと思いますよ。で、最高裁の判例に習うわけですからね、裁判所ってのは基本的に。それを覆すような判決をかける勇気のある裁判官は多分いないと思うんですよ。そうしたらこのアホみたいな判決はですね、これから何十何百って重なっていくと思います。それを奴らどういうふうに解決するんでしょうね。表面的には三権分立だとか言うとるんですね。だから最高裁の判決を政府が覆すことはできないですね、理論的に。奴らの主張通り三権分立の国であれば。そうしたらですね、もう条約違反状態がずっと続くというようになります。これこの後何十年も何、もう100年ぐらい解決しないかもしれませんよ。で、結局日韓断交になったらですね、持ってこいやんと。日本にとってはね、ありがたい話ですよ。あんな国とは一旦切れた方がいいわけですよ。条約を守らない国とね、国交するってものすごいリスクがありますからね。いや、そんな国とはですね、もう一旦切れてしまえばそれでいいだけであってですね、断交したらええやんと。まあ
日本は困りませんからどうぞお好きにやってくださいと、まあそういうことになりますね。一応このですね、g.com のですねページを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。